さんは料理が好きですか？はい、好きです。若い時からずっと好きです。リカさんは？私も好きですけど、主人は全然料理をしません。家でもずっと仕事をします。私の主人も全然料理をしません。みちこさんの得意な料理は何ですか？私の得意な料理ですか？おでんです。おでんは家で人気です。いいですね。私はあまりおでんを作りません。あまり難しくないです。今度一緒に作りましょう。はい、作りましょう。いつがいいですか？明日はずっと忙しいです。明後日はあまり忙しくないです。じゃあ明後日の午後にしましょうか。はい、そうしましょう。その前にお茶を飲みましょう。いいですよ。じゃあまた。